皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで、今回もウィレ2020やっていきたいと思います。はい、ということで今回は、9月30日、来週の月曜日ですね、こちらで登場するクラブセレクションの方の、搭載される選手、そして、能力の方がね、判明したということで、そちらの動画をね、作っていきたいと思います。今回は搭載される選手の紹介と能力の先行公開の方をね、中心にやっていきたいと思います。で、クラブセレクション来るのが、ユベントスとインテルになります。で、今回はユベントスの方をね、先に紹介していこうと思います。で、インテルの方はまた後日、動画アップするので、気になる方はそちらもご覧ください。で、今回はレベル1でのね、紹介とはなってしまいます。レベル上限の方が分かればレベル間のね、能力出せるんですけど、ちょっと上限が分からないので、今回はレベル1での紹介となります。合わせてノーマルの方もね、レベル1でね、表示するので、そちらとのね、比較の方もできるかなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、ユベントスの方早速見ていきましょう。はい、ということで、ユベントス見ていきたいと思います。かなりね、当たりの選手も、多いような印象ですね。まずは、クリスチアーノ・ロナウド、こちらが、ノーマルは94に対しての FP が95ということで、残念ながら1つしか変わりません。で、能力の方が、キック力が4上がっての98ということで、ここが一番伸びております。あとは、1しか変わってませんね。はい、ドリブルの方が95円だったりしますね。逆足の頻度が4の精度が3、コアンが7ということで、ここら辺はクラブセレクションなので変わってはきません。スキルとかもノーマルと同じなので、今回多分表示はしてないと思うんですけど、そういう感じです。プレイスタイルとかももちろん変わらないので、そこら辺も表示はしていませんが、能力はこんな感じです。ノーマルの方が19レベが、レベル上限になるので、FP もだいたいそれぐらいかなということで、18か17とかになるかもしれませんが、だいたい3ぐらい上がるという感じで、考えてもらったらいいんじゃないかなと思います。なので、キック力、ジャンプ、ここら辺がカンストしてくるということと、あとはボールキープ、あとはスピード瞬発、フィジカル、ここら辺が、95へという項目にね、レベル1するとなるんじゃないかなと思います。かなり強いですが、ノーマルと比べるとそこまで差はないかもしれませんね。はい、続いて紹介するのがディバラ。こちらが、ノーマルが87に対しての FP が90ということで3変わってきますね。95へということになります。で、能力の方が一番伸びているのがボールコントロールが4上がっての93ということで、ここが一番伸びていますね。で、あとは、同じというか1しか上がってません、すべてね。はい。ボールキープの方が90超えてくるという感じになります。逆足両方とも2で、コマンが5という感じの選手ですね。ノーマルの方が27レベが、上限ということで、それぐらい、もしくは25とか24ぐらいになると考えると、だいたい4ぐらい上がるという感じになるので、オフェンスセンスが90超えとか、あとドリブルとかも90超え、決定力多分90超えとか、カーブの方も、90超えてくると思います。あと瞬発とかね、プレースキックとか、ここら辺も90超えるんじゃないかなと思います。この選手もしっかりね、足元あったりとか、決定力90に乗れば強いと思いますし、スピードもそこそこあるという感じですね。やはりドリブルがしやすそうな能力はしているので、ドリブラー好きというか、ドリブル結構される方は結構強いという感じですね。ドリブルしない方も結構強いんですけどね、この選手は。はい。こちらの選手もなかなかおすすめだと思います。続いて紹介するのがピャニッチ。こちらがノーマルが87に対しての FP が90ということで3変わってきますね。能力の方は基本的には2上がっているものがほとんどというか、ほとんどというか全部大体そうですね。カーブの方が5上がっての91ということで、ここが一番伸びてますね。はい。あとは逆足の精度、頻度、両方とも3で、コマンが5となっております。こちらの選手は、ボールコントロールと、あとはグランダーパス、プレースキックカーブ、ここら辺が90を超えてくる項目ということになります。ノーマルが、上限が24なので、だいたい22レベとか21レベとかいう感じになると思うので、だいたいレベルは3ぐらい上がるんじゃないかな、 FP だとという感じですかね。はい。で、フライパスが90超えたりとか、あとドリブルも90超えてくるんじゃないかなという感じです。そんなにスピードが速くなくて、ディフェンスセンスもそこまで高くないので、使い方によっては使いにくいかなとか思われる方もいるかもしれませんが、パス能力はね、かなり高いですし、足元、あとプレースキック、ここら辺が強みのやはり選手という感じになりますかね。
はい、続いて紹介するのがキエリーニ。こちらがノーマルが87に対しての FP が89ということで、まあ、2つ変わってくるということになります。で、一番伸びているのがヘディングが4上がっての89ということで、まあそうですね、まあ今まで紹介した選手もそうですけど、基本的にはその選手の特徴を伸ばしているんじゃないかなと思います。ピャニッチはカーブ上げて、あとはディバラで言うとボールコントロールを上げて、ロナウドで言うとキック力を上げてという感じで、まあ基本的にはその選手の特徴の部分を結構上げている印象はありますね。はい、他のものは1上がっているのでご覧のような感じです。逆足が2でコマンが6という感じになりますね。こちらの選手も、フィジカル、ディフェンスセンス、ボールダッシュ、ここら辺が90を超えてくる項目。まあ、あとは、まあ、超えてる項目はないですけど、まあ、今回ヘディングが4上がっての、まあ、レベマにすると、ここら辺が90を超えるということなので、ノーマルは21レベなので、だいたい、まあ、2、3ぐらいしか上がらないかもしれませんが、まあ、ジャンプも、90超えだったりとか、アグレッシブネスも90超え。まあ、ボールダッシュはカンストするんじゃないかなと思いますが、まあ、その辺が90を超えてきたりする項目かなと思います。で、スピードの方が、まあ、大体3上がると考えると84、77という感じになると思うので、まあ、その点ね、まあ、遅くはないですけど、まあ、速くもないという感じですかね。まあ、足元の方は大体70中盤から後半ぐらいかなという感じです。はい、続いて紹介するのが、皆さんお待ちかね大注目のデリフト。こちらはノーマルが86に対しての88ということで、残念ながらこちら2しか変わらんのかいという感じですが、一番上がっているのがアグレッシブネスが4上がっての85となっています。で、90超えの項目レベル1で、時点ではジャンプしかないですね。こちらが90ということになります。こちらの選手は逆足、両方とも3でコマンが6となっています。はい、まあ、この選手はノーマルが47レベなので、だいたい42、3レベはね、FP でも上限、設けられると思うので、まあ、だいたい6、7ぐらいは上がるという感じになると思うので、かなりね、強いのは強いんですが、ジャンプの方がまあ97で一番高くなりそうですね。まあ、あとはディフェンスセンス、ボールダッシュ、ここら辺が96ということで、まあ、前作は98とか、確かセンスはいったんじゃないかなと考えると、ちょっとまあ能力ちょっと控えめな感じはしますね。で、スピードの方はだいたい85、瞬発がまあだいたい81ということで、まあそこまで速すぎるということはないですが、まあ十分なね、速さは持っている。キエリーニよりは速いですね。で、ディフェンスの能力もまあキエリーニぐらいにはレベマにするとだいたいなるという感じでしょうかね。はい、続いてがシュチェスニですね。こちらがノーマルが86で FP が89ということで3変わってきます。まあ、フィールドプレイヤーの能力はまあ全てね、2ずつ上がっているということで、ジャンプとあとフィジカルコンタクト、こちらが80を超える項目という感じになります。はい、まあそんなに変わってませんかね。はい、で、肝心なゴールキーパーの能力は、ご覧のような感じで、ゴールキーパーセンスが2上がっての94、キャッチング5上がって95、クリアリングが2上がって、あとコラプシング、ディフレクティングも2上がって、それぞれね、92、95、94という感じになります。で、こちらはノーマルは25レベなので、まあ大体2、3じゃないな、3、4ぐらい上がるという感じになるので、まあ、レベマにしても、キャッチングとコラプシングはね、ここは99カンストするかもしれませんが、後の項目はまあとりあえずカンストはしないと思うので、そういうような感じですかね。はい、逆足が2でコマンが5という感じになっています。続いて紹介するのがマチュイーディ。こちらが総合値がノーマルが85に対して FP だと87ということで、こちらは2変わってくるという感じになります。で、一番上がっているのがボールダッシュの方が5上がっての90ということで90超えますね。あとはご覧のような感じで2上がっているという感じになります。足元も80超えてたりとか、あとグランダーパス、フライパス、パスもね、80超えてますし、あとスピードの方もね、FP になると85、レベル1でもうすでに超えるので、この辺もいいですね。で、ディフェンスの能力、88、センスが、アグレッシブネスも88ということで、ここら辺はレベマにすると、
90は確実に超えてくると思うのでなかなか楽しみですね。ノーマルの上限が25なので、だいたい3、4ぐらいは上がると考えると、ディフェンスセンスとかも91位ぐらいにはなると思うのでね、なかなか強い中盤の選手だなという感じです。逆足の方が両方ともに駒は6という感じになります。はい、最後に紹介するのがアレックス・サンドロですね。ノーマルの方が 85FP は87ということで2変わってきます。で、一番伸びているのがカーブが4上がっての81という感じで、そうですね、そこまであまり嬉しいとこではないですが、まあはい、そんな感じで、あとは1上がっているという感じになります。はい、能力の方は足元がもうすでに80超えてて、パスも80は超えています。スピード瞬発も80中盤ぐらいまでありますし、キック力も83ですね。で、フィジカルが FP になると80を超えてきます。で、スタミナ86ということで、ここら辺が80を超える項目で、ディフェンスの能力がまあそんなに高くはないんですけど、ノーマルの方が27レベルなので、まあ大体 FP も4ぐらいは上がると考えると、ボールダッシュが80超え、ただセンスの方は78ぐらいということで、おそらく80は超えないと思うので、まあ、その点気になる方もいるかもしれません。ね、週刊 FP で出ている、まあ、ロバートソンがね、ここら辺90を確か超えるので、そこら辺と比べるとちょっと弱いかなという感じです。逆足の頻度が2、精度が3、コマンが5という感じになります。はい、ということで今回はユベントスのクラブセレクションの選出選手と能力の方を紹介していきました。いかがだったでしょうか。まあ当たりの方を説明するまでもあまりないと思いますが、一応ね、説明していこうかなと思います。まずロナウド当たりですね。まあノーマルの時点でもそこそこね、というかかなり強いので、FP になって外れるのわけがないので、当たりと言えると思います。で、センターバックは2人選ばれてますね。キエリーニー、そしてデリフト、両方ともセンターバックなんですけど、まあ基本的にはレベマ、どっちもするとデリフトの方が強くなるんじゃないかなと思います。はい、ただまあキエリーニが、かなり弱いとかいうわけじゃないので、キエリーニもどちらかといえば当たりの選手と言えると思うので、こちらもねおすすめはできますが、どちらかというとデリフトの方が当たりという感じですかね。あとは、中盤のマチュイーディ、こちらは今作は後半の方が5から6とかね上がっていますし、能力の方も、レベル1の時点でもうかなり強いと言えるので、この選手もなかなか強いかなと思います。まあカンテ並みとまでは言いませんけど、それに近いぐらいの能力はしているので、なかなか強いと言えると思います。この選手も期待できると。あとはディバラ、結構人気の選手ですけど、コマンが今作は7から5ということで、まあ2つ下がってるのは残念なんですけど、まあ他の能力はまあそこそこ高いのでね、当たりの方だとは思います。はい、あとはまあ使い方、スピードが、そんなに速くないとか、まあその辺が気になる方はちょっとという可能性もありますかね。はい、あと、の選手ピャニッチ、あとはシュチェスニ、アレックス・サンドロ、この辺は、正直他の選手が、もっと優秀な選手がいると、あまり出番がね、ないかもしれないという選手にはなってくると思います。はい、特にアレックス・サンドロは、週刊 FP の方でロバートソンを取ってる方は、ここ狙わなくていいかなという感じですかね。はい、ということで、まあ、当たりは、今言った5選手かなという感じです。はい、こちらのチャンネルではこういった FP 関連の動画、 FP 予想とか FP の比較、こういう情報系をね、メインとして、動画毎日更新しております。他にも最新情報ですとか、メンテ語配信、月曜日の、昼間にガチャ配信もおそらくすると思いますので、気になる方はぜひね、そちらも遊びに来ていただければと思うんですが、こういう情報がね、すぐ入手できやすいチャンネルとなっておりますので、ぜひチャンネル登録と、そして高評価をね、合わせてよろしくお願いいたします。ということで、今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。